はい皆様こんんんにちはこんばんはここばれからご紹介させていただく商品はこちらカップスターですね昔からありますね何十年前に作ったんでしょうかね最初ね「しって書いてありますね味が新しく美味しく変わったっていうことですかねこちら美味しそうな写真が載ってますね「札幌一番カップスター醤油味」 ここちちららもカップスター味味です、ね、こちら美味しいですすすねねね美しいいとか書いてあります、ね、ご飯が足らない時とかも便利ですしお湯入れて3分なんでねお昼のお弁当なんかもああったかいちょっとラーメンが欲しいなっていう時なんかは会社員の方なんかはねちょっとこれ持ってってね お湯入れて3分でお弁当とともにあったかいラーメンが食べれるんじゃないでしょうかこれから寒くなりますしねあとちょっとね夕方帰ってきて小腹が空いたなーっていう時なんかは気軽に食べれますね私が好きなのは味噌と醤油ですがあと他にいろんな味があるんでしょうね塩とか他にいろいろあるんでしょうかね まあ、これも後でいただいてみたいと思います。今日はカップスターのご紹介でした。それではまた。